ハーネットカウンティはアメリカ海軍の戦車揚陸艦 LST-542 級戦車揚陸艦の一隻。艦名はノースカロライナ州のハーネット郡にちなむ。アメリカ海軍で第二次世界大戦とベトナム戦争に従軍した後、南ベトナム海軍に移管、毎島と改名された。ベトナム戦争後、アメリカ政府はハーネットカウンティをフィリピン海軍に移管、シエラ・マドレと命名された。1999年、フィリピン政府はシエラ・マドレをスプラトリー諸島のセカンド・トーマス礁に座礁させ、海兵隊員を駐留、全礁として使用する。2014年現在も同任務で使用される。LST-821 は1944年9月19日にインディアナ州エヴァンズビルのミズーリバレーブリッジ&アイアンカンパニーで寄港し、1944年10月27日にヒュー・ロバートソン・シニア夫人によって浸水、11月14日にJ・ルーリン少佐の指揮下就役した。第二次世界大戦の間、LST-821 はアジア太平洋地域で作戦活動に従事し、1945年4月から6月には沖縄戦に参加した。戦後は日本の占領任務にあたり、1945年12月上旬には帰国、1946年3月に退役、太平洋予備役艦隊入りした。1955年7月1日、残存する戦車揚陸艦には軍の名が艦名として与えられ、LST-821 はハーネットカウンティと命名された。1966年8月20日、ハーネットカウンティは最終役しベトナム戦争に従軍、以下の作戦に参加した。1970年の春にはパトロール艇母艦に艦種変更、艦番号は AGP-821 となり、1970年10月12日にグアムで再び退役した。LST-821 は第二次世界大戦の戦功で1個の従軍聖章を受章し、ベトナム戦争の戦功では9個の従軍聖章、2個の大統領官状、3個の海軍主君部隊章を受章した。アメリカ政府はハーネットカウンティを安全保障支援プログラムに従って1970年10月12日に南ベトナム軍に移管、艦名はマイ島に変更された。マイ島は1975年4月のサイゴン陥落においてスービック湾に脱出した35隻の南ベトナム海軍艦隊のうちの1隻であった。1976年4月5日、マイ島はフィリピン海軍に移管され、シエラ・マドレと命名された。1999年、フィリピン海軍はシエラ・マドレをセカンド・トーマス礁に座礁させた。その任務は、南シナ海における実効支配を強化するためのものであった。2013年にニューヨーク・タイムズ紙は、セカンド・トーマス礁のシエラ・マドレに乗り組む、フィリピン海兵隊員の生活と南シナ海の地政学におけるシエラ・マドレの役割について報じた。シエラ・マドレは2度と航行することはないが、スプラトリー諸島での争いにおいて、前哨としての重要な役割を果たしている。フィリピン海軍艦艇一覧ではシエラ・マドレは、現役の艦艇としてリストされていないが、公式には使用を中止されていない。2014年3月11日にフィリピン政府はマニラの中国大使に対して3月9日に中国海警の艦艇がシエラ・マドレに交代要員と物資を届けようとするフィリピン海軍借り上げの民間船2隻を妨害したことに対して抗議を行った。これは中国が初めて言った補給妨害であった。3月13日にフィリピンはシエラ・マドレの海兵隊員に対して空中からの補給を行った。その後4月1日にフィリピン海軍は中国による封鎖を避けてシエラ・マドレに補給物資と交代要員を乗せた漁船を届けるのに成功した。ありがとうございます。